はい、私からは2点ご報告がまずございます。1点目は昨日新型コロナウイルスの感染症対策本部が官邸にて開かれまして、緊急事態宣言が全面的に解除されました。これから感染拡大防止策をしっかりと講じながら社会経済活動を段階的に引き上げていく必要があります。農林水産業、食品産業に従事する皆様には業種ごとのに取りまとめましたガイドライン、これをしっかり今後もですね、実践していただきますようにお願いをしたいと思います。またこれまでの緊急事態下における安定的な食料品の供給について、生産現場の皆様、それから関係者の皆様方には大変なご努力いただきましたことに、この場を借りまして心から御礼を申し上げたいと思います。一方、経済活動の本格化や国産農林水産物の需要回復にはある程度時間がかかると考えられます。政府として農林水産業の生産基盤を守るために第一補正予算をまずしっかり執行する、そして、来たる第二次補正予算の確保、これらのことを通じまして必要な対策を全力で講じてまいりたいと考えています。二つ目は、子ども食堂などに対する政府備蓄米の無償交付についてであります。今般の新型コロナウイルスの感染拡大を背景に全国の学校給食がなくなってしまってですね、そんな中、子ども食堂などにおける食事の提供、これがですね、学校給食の補完機能を果たすということなどから、その役割が改めて社会的にも再認識をされたというふうに考えております。これまで学校給食用に使用する米の一部について政府備蓄米を無償で交付してまいりましたが、今後子ども食堂などに対しましても食育の一環という位置づけで政府備蓄米を無償交付したいと考えております。詳細につきましてはプレスリリースをいたしますので、事務方の方からご確認をいただきたいと思います。私からは以上です。幹事の時事通信の山田です。おはようございます。大臣、冒頭でも触れられましたけれども、緊急事態宣言が、全面的に解除されたという中で、その国産農産物戻る、需要が戻るまでしばらく時間かかるでしょうということだと思うんですが、その回復に向けてですね、需要回復に向けてどのように努めていくかということをお考えを改めて伺いたいのとですね、現在編成中の、第二次補正予算について、どの点に重点を置いて、策定に当たっているか、この2点について、お聞かせください。お願いします。はい、需要拡大につきましてはですね、レストランも8時までから10時まで営業時間が伸び、また段階的に12時までということで伸びていくということであれば、外食におきましてもですね、ある程度の需要回復は見込めていけるだろうと思います。しかしインバウンドがほぼほぼないという状況でありますから、相変わらずですね、農林水産物につきましてはまだら模様で、例えば報道もされておりますけれども、白菜とかですね、キャベツとかレタスとかそういったものは高かったりする反面、メロンとかですね、私の宮崎のマンゴーも3割ほど安くなっておりますし、メロンも安くなっておりますし、高級なもの、特に、グレードの高いレストランで使用されるような食材については相変わらず苦戦が続いています。しかし学校給食もですね、少しずつ再開が進んできておりまして、肉団子につきましてはですね、私の宮崎以外でも学校給食で提供されることが始まっておりますし、その他、例えば徳島で言えばですね、阿波踊りとかですね、いろんな地域には地鶏がありますけれども、そういった地鶏なんかもですね、学校給食に、提供するための、各県における補正予算のようなものもですね、随時成立をしているというような段階にあるというふうに聞いておりますので、あらゆるチャンネルを使ってですね、食品は日々生産され、そしてそれが消費されなければですね、廃棄するか腐ってしまうかしかないわけでありますから、そういったことが滞ることはないようにしていきたいと思っています。それと同時に、これから農業はですね、一番の繁忙期に入ってまいりますので、随分とマッチングの方は進んでまいりました。実績ベースで800人以上の実績を今数えておりますが、まだまだ必要なマッチングが必要だという声がたくさん上がってきておりますので、これからこれは第一次補正の中に入っておりますけれども、40億を超える予算がありますので、この内容もしっかりと周知をしてですね、この予算も使っていただきながら、現場での人手不足にも対応していきたいと思っています。二次補正につきましてはですね、金額ありきということではまずないと思っています。しかしその一次補正をしっかりと皆様方にお知らせをして、その一次補正についての評価もですね、農林水産、衆参の農林水産委員会でも活発なご意見をいただきました。一定の評価をいただきながらもですね、これでは不十分ではないかというご指摘もありました。ですから、さまざまな現場のご意見、
そして各種委員会でのご意見等もしっかりと反映させながらですね、省内で一時補正で足らざる部分、そしてこの長い時間のスパンの中で変わった環境に対応できるメニューもですね、新たに加えさせていただくようなことで、今最終的な詰めを行っているところでございます。